信サービス、Netflixや音楽ストリーミングサービス、Spotify との複数都市契約をはるかに上回る投資結果により、ヘンリー王子&メーガン妃は、将来、約1兆300億円のロイヤルカップルになるとする専門家の分析を、米紙ニューズウィークが16日報じました。王子夫妻は、今週、2人が設立した制作会社、アーチウェル・オーディオと、Spotify が複数都市契約を結んだことを公表、ポッドキャストのオリジナル番組を制作し、番組では、司会を務めることを明らかにしました。契約額は約36億円から約77億円とみられます。一方、9月に判明したネットフリックとの契約額は約155億円とされています。ところが、A 芸能事務所インタータレントライツグループの創設者ジョナサン・シャリート氏は、ニューズウィーク誌に、夫妻の資産高騰は、メーガン妃が先日、米自然食品会社に投資したような資産運用が鍵となると指摘。彼らは100億ドルのロイヤルカップルになると思う。億万長者になるには株価が爆上げするまでに関わることだ。と述べました。同妃が投資したのはコーヒー屋台からカリフォルニア州の女性が昨年起業したクレバーブランズという健康志向の新興会社、オーツ麦から作った粉末コーヒーなどを中心に自然食品を開発しています。投資額は分かっていませんが、同社は、メーガン妃をパートナーと位置づけていることから、相当額を投資しているとみられます。今後、多くの起業家や新興企業が、投資家や株主を呼び込むため、王子夫妻にアプローチするだろうと予測しました。世界中、コロナ禍で、明日への生活も、ままならない方々がいることをお二人は、ご存じないのでしょうか。こんな、ご時世に、たびたびお金の話が出てきます。有名な企業と契約し、公用され公表したいのでしょうが、以前も高額な講演料が望めるとか話題になりましたが、その後、音沙汰なしでしたね。サプライズで意見を述べたりするのも結構ですが、まずは地道に取り組み結果を残し、周りの方々から信頼や尊敬されることが大切ではないかと思います。